お元気ですか、ボクシミでございます。今回はエポック2024埼玉西武ライオンズプレミアエディションベースボールカード開封動画でございます。こちらはカード6枚入り1ボックス5パック入りでございます。それでは早速開封していきたいと思います。それでは5パック開封していきたいと思います。まずはね、1パック目でございます。平海馬投手でございます。これレジェンドですね。なんといきなり直筆サインカードが出ました。辻初彦前監督の直筆サインカードでございます。60周でございます。これ結構嬉しい直筆サインカードが出ました。で続けていきたいと思います。岸純一郎外野手でございます。平井勝則投手でございます。田村一郎投手でございます。杉山春樹投手でございます。2袋目でございます。昼間拓也外野手でございます。佐藤俊介投手でございます。松本渡投手でございます。で辻初彦内野手でございます。ね、現役時代の時のカードでございます。成田春瀬投手でございます。で成田春瀬投手の白サイン付きでございます。こちらがね75シリーズでございます。3袋目でございます。源田壮介内野手でございます。岸純一郎外野手でございます。平井勝則投手でございます。上田大河投手でございます。で昼間拓也外野手のこちらも、金箔サイン付きでございます。こちらもですね、こちらも 75C でございます。はい、続けていきたいと思います。豆田大志投手の、ね、こちらは、キラとなっております。4袋目でございます。本田祐介投手でございます。古賀優斗捕手でございます。渡辺健人こちらは内野手でございます。宮沢大成投手でございます。で、竹内夏樹投手のこちらもね白サインでございます。こちらもね、75シリでございます。で水上義信投手でございます。で最後の5袋目でございます。今井達也投手でございます。田村一郎投手でございます。
住谷銀次郎捕手でございます。村田レオン内野手でございます。豆田大志投手でございます。で最後は、中村拓也内野手の、こちらもね、75尻の、白山カードでございます。はい、以上でエポック2024埼玉西武ライオンズプレミアエディションベースボールカードの開封動画終わりたいと思います。で明日もやります。明日はですね、こちら、エポック2024の、今度中日ドラゴンズの方をね、やっていきたいと思います。最後はですね、こちら、辻前監督の、こちら、直筆サインカードを、出して終わりたいと思います。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。